今回は手短な戦力補強動画です。現在プロスピエースではツイッターキャンペーンの報酬が配布されてるんです。それが今画面に映ってるもの、それらを開封して戦力補強をしていく予定です。そしてまず皆様に見てほしい画像があります。それはこちら。なんと期限間近のゴールド契約書10パックを何気なく開放したら S ランクのギータが当たる。それプラスアルファで阿部俊樹も中地も当たる。一気に3人の S ランクを手に入れるというイベントがあったんですけど、動画撮影はしてなかったんですよね。だってそれ飯食ってる時にさ、プロスピ開いて、あ、これゴールド契約書もうあとちょっとで切れるから開封しなきゃって感じでやったら出てきたんよ。何それ、何そのタイミングっていうね。手に入ったこと自体はめちゃくちゃ嬉しいんだけど、それなら動画撮ってる時に当たってくれた方が盛り上がるしネタにもなるよね。でもそのタイミングでこいつこのタイミングで来る、これが俺の人生です。一歩二歩ずれてる、一歩二歩遅れてくる。最悪でしたね。いや最高なんだけど最悪でしたね。自分の運の良さ、また運の悪さ、ダブルで痛感しましたよ。俺はこんな感じで人生を過ごしていくんでしょうかね。まあいや、それはとにかくすんごい出会いがあったのは事実なので、まずはこのね、今配布されているゴールド契約書1パック、その他9パックイベントで手に入れたものがあります。トータル10パックをこれから開封して、今お見せした画像のような何かいい出会いがまたあったらそれはすごいことだよね。いや、そうなるように開封していきましょう。いや来いよ。あんな何気ない時に来たのであれば、今もう気合入ってさ、動画も撮影しているんだから、本当に持ってる男であればここで何かが出てくるでしょう。でも演出を見る限り、何も期待できないパターンじゃないでしょうかね。なんでそんな淡白なの？すごくあっさりしてさ、いや、嘘でしょ、嘘だと言ってよ、ジョニー。まずは B ランクの川野流星、S であればね、同じ四国出身の選手なので、いいんですけど、S じゃない。次、B ランクの登場。B ランクの中島。B ランクの堀江、S もいらん、最近当てたばっかや。B ランクのクリー、S は欲しい、B はいらん。B ランクの西田、 B ランクのミマ、 B ランクのマルティネス、 B ランクの森下、最後12名。 B ランクのエスコバー、男は黙って投げるだけ、男は黙って投げるだけ、男は黙って投げるだけ、その結果がこの B 尽くしか。はぁ、なんでだろうね。動画撮影してない時の何気ないあの時間ではあんな選手たちを3人も手に入れたの。なんで動画撮影して今実況してるこの時にそれが訪れないんだ。それはやっぱ俺がもう1歩2歩、いや3歩4歩ずれた人間だからですよ。まあ、このズレは解消されることなく、このズレとともに俺は生きていくと思います。気を取り直して次に開封するのはキャンペーン報酬の自チーム S ランク契約書と、もう一つ S ランク確率 10% 契約書、別のイベントで手に入れたものを2パック開封していきましょう。 A ランク一つは確定、それが自チームですね。もう一つはもしかしたら S が来てくれるかもしれない。A にしても演出がしょぼいぞ。A にも当てはまらない演出やぞ、今の。そこから A の大城。これは自チーム A ランク契約書ね。うん、まあ今、S ランクの大城は持ってないですけども、まあいずれ来たる時のためにですね、A ランクの大城など巨人の選手集めてるんですよね。一気に強化するために。そういった意味ではこの大城はいいですよ。うん、で、次、その S の大城が当たってくれたらいいんやけど、そういうわけではなく西田。あ、なんか登場率高いね。さっきも見たよ、B。何を意味してんの？何を暗示してんの？次 S ランク契約書開封するつもりなんだけど、それとともにお前もステップアップしてくるってこと？飛び越えてくるってこと？いや、やめて。壁作るわ。いらん、お前。先に言っとこう。お前いらんねん。ヤクルトファンでもないし、キャッチャーも別に、中村ムーチョ持っとるから、ヤクルトの正捕手ね。なおさらいらへんねん。次に開封するのはさっきも言ったが、この報酬、キャンペーン報酬で手に入れた S ランク契約書1パックだけですね。もう1パックプロスピ交流戦のイベントの契約書があるんですけど、なんか今流れ的に開封してもあんまいいもの来なさそうなんで、来たるべき時に備えたいと思います。つまりは次回以降ですね。今回はもうこれを開封して終える予定。さあ何が来るか、西田以外であれば誰でもええ。正直ギータを当てた俺からしたらなんかね、今もうそんなに欲しいものっておらへんのよね。とにかくギータ当たったしええかみたいな感じ。年の終わり近い今にね、だから何来てくれてもいいけど、どうせなら持ってないようなね、まあ、ちょっとでも喜べるような西田以外の S だったらいいな。来ないよな。森ゆいとシリーズ2は持って
ってないんすよね。ただシリーズ1は持ってるので、まあ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 、持ってないシリーズですから、いいですよ。いいですよね、西田じゃなくて。いやでもこの場合西田の方が動画的になんか盛り上がったような気がする。そこそこいいというか全然いいものが来たんで、逆にちょっと引いてしまうじゃないけどもね。なんだろうこの感じ。じゃあ当たったということで、最後能力を確認した上で終えていきたいと思います。森ゆいとね、まあ、さっきも言ったけどシリーズ1に関しては僕持ってるんですよ。そのシリーズ1の森ゆいとの能力で見ていくと、あらどこいる、だいぶ下の方いるってこと。あ、いましたね、ちゃんとね。こっち向いてくれてないね。そっぽ向いてる森ゆいとなんでね。まあ、クローザーとして試合を締めた後やね、これ。あっちの方向いて、スコアボードの方を向いて、えーいみたいな感じ。その瞬間じゃなくてもよくない？あんまりクローザー感ないや。わからねえ、この瞬間ね。まあ、こういう能力なんですよね。で、もちろんシリーズ2ですから、これよりも強くなってたり、スピリッツも高いので、まあ、それを今から確認していくと、次は堂々と前を向いてる森ゆいと。いや、いいね、躍動感があるじゃないですか。ただ、金のネックレスが映ってないから、ちょっとあんま森感ないけどな。まあ、こういう能力で強いっすね。まあ、でもあんま劇的に変化ないかな。毎年活躍してるクローザーで、そのシリーズ1、シリーズ2って区切られても大抵強いし、そのまんまの能力だと思うんでね。うん、まあ、ほんと強くて。まあ、普通に強いからリアクションにちょっと困った俺もいたんですけどもね。入団から6年連続の50登板を達成し、防御率 2.21、35セーブをマーク。今季も打者を圧倒する投球でクローザーの座は譲らないという割には、優勝が決まったあのゲームもなんか日本シリーズのも結構不安定なピッチングしとったけどね。まあ、でも最後に抑えるのが絶対的守護神森ゆいと、その男を今回手に入れたんだ。じゃあ動画の最後に現在ピーマンが持ってる S ランク選手を紹介させていただきます。画面に注目だ。これ入手順に並べてます。下からこんな感じになっておる。これ前も言ったと思うんだけど、アニバーサリーの王の雄大を無料で手に入れて以降、ちょっとね、あまりグレードの高くない S が続いとったんよね。でも今回動画の冒頭で紹介した通りね、柳田悠岐をゴールド契約書で手に入れるギータだけじゃない、阿部もそして中島というね、いやびっくりしたな。突然の出会いで、その出会いが運命だったんですよね。でもその運命の出会いの瞬間をお届けすることはできなかった。それは俺が絶望に持ってなくて、1歩2歩4歩いや5歩ずれてる男だからね。あーもったいないな。まあでも仕方がない。今回森ゆいとを手に入れたし、あと最近当たる選手ってまた豪華になっていってるんで、ここに来てなんかプロスピでの運が上昇し始めてきてるような気がする。俺は2020年もあんまりなんか色々とやるつもりなかったけど、今この感じだとさ、なんかすんげえ選手また当たりそうな気もするから、まあ、これから先ね、無料の10連プレゼントスカウトとかまだあるだろうし、クリスマスにはなんか配布されたりとか、で、お正月近くには、もちろん福袋もあるわけなので、引き続き12月の間もね、この戦力補強動画として、まあ、いろんなものを開封したり、楽しい模様をお届けさせていただく予定なので、これから先ピーマン12月一体どんなものを当てて2020年を締めくくるのか、ぜひ注目して見ていただきたいなと思います。